松本君平松本君平昭和19年7月28日は、静岡県出身のジャーナリスト、政治家、教育者、思想家。文学博士、衆議院議員。妻は、旧都佐藩市、岡内茂都市の娘、中、東東海国小笠郡中内、田村の初代村長、松本牛太郎の次男として、中内田村213番地に生まれる。 陽名は定次郎。母は、久森もすけの三女、孔。長寿で、岡田淡山の史塾、帰北学者で、国学、漢学、英語を3年間学んだ後、東京に留学した。1887年8月31日、なお、訓平と改める。1890年9月11日、兄、栄太郎が拝着し、同月17日、 静岡県佐野郡西郷村の松浦五平地の養子となって家を出たため、君兵が僧侶息子となる。アメリカ合衆国に留学し、ペンシルベニア大学で経済財政学を学び、さらにブラウン大学大学院に進み、文学博士の学位を授与される。その後、イギリス、フランスへも留学した。その後、アメリカでニューヨークトリビューンの記者となる。 1896年に帰国すると、東京日日新聞記者、東京新聞主筆となり、政治雑誌、第日本を創刊。1898年には、東京政治学校を開校する。1899年1月7日、妹、節子が、板垣大輔伯爵の嫡男、保護太郎と婚姻する。1904年3月、第9回衆議院議員総選挙に、 静岡県静岡市区から出馬市当選。立憲声優会に属した。その後、第10回、第14回から1928年の第16回総選挙まで通算5回の当選を果たした。在任期間中に普通選挙法案や、婦人参政権法案を提出した。1911年、青年の精神収容を目的として、青年教団を、 静岡県に設立する。1908年に清市に渡り、翌1909年、天津で英字新聞、チャイナタイムス、週刊チャイナトリビューンを創刊する。さらに北京で日韓、新品を発行し品信託講師を設立した。また、関東軍政府顧問も務めた。1909年12月24日のクリスマスイブに、暴風、 松本牛太郎の家督を相続する。1927年4月、田中義一内閣の海軍参与官に就任し、ジュネーブ海軍軍縮会議に派遣される。それ以降、政界を引退し青年教育に取り組んだ。1944年7月、静岡県浜松市で、共振症により死去。ありがとうございます。